フンクアン隊に参加した。1971年6月、チャンクオックトアン大学に入学。1972年、戦場に戻り、第一軍団第3 2 4団第9、大隊長を務める。1974年8月、陸軍学院に入学。1988年、第312師団副師団長に任命。1989年、 ソ連に留学し、ケイイ・ボロシーロ不名称参謀本部軍事アカデミーに学んだ。翌1990年に帰国し、高級軍事学院に入学。1991年2月、第1軍団参謀長。同年9月、第312師団長に任命された。1993年9月、総参謀部作戦局副局長に任命。1994年、 少々に任命。1995年、作戦局長に昇進した。1997年8月、軍事政治学院に入学し、同年12月に第一軍管区司令に任命された。1999年、中将に任命。2001年4月のベトナム共産党第9回党大会において、党中央委員に選出。同年5月、 人民軍総参謀長兼国防次官に任命。2003年、上昇に任命。2006年4月の第10回党大会において党政治局員に選出されるとともに、党中央軍事委員会副書記に任命され、党内序列第7位となる。同年6月、グエンタンズン内閣の国防大臣に任命された。2007年、大将に任命。2011年1月の 第11回党大会において、党政治局員に再選出され、序列第3位に昇格した。2011年10月24日、来日し、防衛省で、日越防衛協力、交流に関する覚書を交わし、会場安保における、日越間の協力関係を確認した。2013年6月1日、シンガポールで、日本の小野寺いつのり防衛大臣と会談。 東、シナ海と南シナ海で実効支配を強める中国を念頭に力による現状変更は認められないとの認識で一致。2016年1月の第12回党大会においては党中央委員に選出されず政治局から退任した。同年4月、フック内閣の発足に際して国防省を退任した。ありがとうございます。